フローズンビーチは、ケラリーノ・サンドロビッチの儀曲。一幕サンバ。1998年8月15日に、ナイロンセッシー100度によって、ナイロンセッシー100度15スセッションとして、ケラリーノ自身の演出で、新宿キノクニアホールにて初演、白水社より1999年4月1日に、刊行された。2002年に、同劇団により再演された。 第43回岸田国士議局長受賞作。シリアスコメディーの代表作と銘打ち、5人の女性たちの間に起こる、ある事件と、その8年後、16年後の出来事を描いている。テーマソングは、フにクリふにくら。また上演では全編にわたって、ジャンゴ・ラインハルトの楽曲が使用されている。タイトル、フローズン・ビーチは P モデルの同盟曲より、 当時無断で拝借された。1987年、カリブ海と大西洋の間にある島に建てられた別荘の3階にあるリビングが舞台になる。別荘の持ち主は双子の姉妹である愛と萌えの父親、梅蔵で、地図とそのエキセントリックな友人、一子は愛に招かれてここに滞在している。地図と愛は同性愛の恋人同士だが、実は、 地図の方に愛に対する憎しみが積もっており、一子と共謀して、彼女をベランダから突き落としてしまう。ところが、彼女はベランダの向こうにぶら下がって、ま、一発助かっていた。一方、双子のお姉妹の義理の母で盲目の先江は、萌えと二人きりでいる間に彼女とさかいを起こすが、体の弱かった萌えはその最中にあっさり死んでしまう。先江は、 ベッドルームに萌えの死体を運ぶ。これによって先へと死体を愛のものと勘違いした地図、一子との間で滑稽な行き違いが起こる。結局、萌えは心臓麻痺であったことが判明するが、地図と一子は真相を知らないまま日本に立ってしまう。第2話は8年後の同日同じ場所が舞台になる。愛と先へは仲良くやっており、地図と一子もやってきている。 しかし地図は3年間の間自分が殺人犯だと思い込まされていた恨みから再び一子と共謀し愛と先へに毒を盛る。実際には死に至るほどの毒ではなかったのだが愛は下毒剤を求めて地図を刺してしまう。毒殺が一種の狂言であったことを一子に知らされて愛は後悔するが切断された指が一人でに動き出す妙なシーンの後地図は一命を取り留める。 第3話は、さらに8年後、水没しかかっている、同じ場所に集まった4人のやりとりが描かれる。ナイロンセッシ100度15スセッションとして、新宿、木の国屋ホールにて1998年8月15日から8月25日まで、全12公演で上演。 ナイロンセッシ100度にサードセッションとして、新宿、木の国やホール他全国7都市にて2002年7月12日から8月30日に再演。演出は、ケラリーノ・サンドロビッチ。キャストスタッフ2012年8月11日、ナッツフェス、音玉音玉おしいスタジオで、上演。演出は、中屋敷気ひとし。2014年上演。演出家は、 高早や、企画、制作は、トライアングル C プロジェクト。キャスト2019年、ケラ擬曲作品を他の演出家の手で舞台化する、ケラクロスの第一弾として上演。演出家は、鈴木ひろみ。キャスト、ありがとうございます。